町田市では住民記録システムの入れ替え作業のため9月14日と10月12日の日曜窓口サービスを休止いたします。両日とも町田市役所、各市民センター、各駅前連絡所の窓口サービスが休止いたします。駅前連絡所とコンビニ交付はそれ以外にも休止する日があります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。